はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。今日はですね、ちょっと面白い遊びを発見したので、発見したというか作ったので、皆さんに共有したいなと思います。はい。その名もですね、顎下じゃんけん。はい。顎下じゃんけん。いや、普通にじゃんけんするんだけど、じゃんけんで負けた人が勝った人の顎の下をこうやって触るっていうじゃんけんです。勝とうっていうのを逆にして、負けようっていうね。そうそうそう。勝つぞっていう気合じゃないんだよ。負けるぞ、ま、負けなきゃっていう、そう。負けなきゃっていうあれぐらいできないですね。例えばですね、どういう時に使うかっていうと、こんな感じかな。うん。うわ、ちょっとエイシン君さ、ん？なんこれ、パパの、ストームトルパーの腕折ったでしょ。いや、折ってないよ。これ絶対折ったよ。なんてことしてくれんの、エイシン君。いや、折ってないって。絶対折って分かった。じゃあさ、顎下じゃんけんやろ。そうだね。最初、じゃんけん、ぽい。よっしゃ、パパ勝ったからエイシン君の顎下を。最初、じゃんけん、ぽい。はい、こんなじゃんけんです。はい、こんなじゃんけんなんですけど、どうですか？例えばなんかね、険悪なムードになった時、エイシン君のテストの点数が悪い。何この点数は？パパ、顎下じゃんけんやろうよって言って。乗り越えられるかな。乗り越えられないか。そういう時は乗り越えられません。いや、なんでこのじゃんけんが生まれたかというとですね、今日スーパーに買い物に行ってて、レジの列に並んでたんでね、暇だったから、そう、暇だったからやったん。そしたら2人ですごい爆笑しちゃって、レジの前でね、やりすぎちゃったね。そう、ずっと爆笑しちゃってさ、なんか多分周りから変な目で見られたんだもんね。でも良い暇つぶしにはなった。まだやりますか。最初グッジャンケンパイ。よし、最初グッジャンケンパイ。これね、結局だからね、くすぐられるのが嫌な人っていうか、くすぐったい人じゃないと、だからくすぐったい人じゃないとダメ。くすぐったいのが全然平気な人はもう全然楽しくないからね。こういう感じだね。こういう感じ。あとさ、もう一つ始めたよね。くすぐりあっち向いてほいね。それもやる。うん。最初はグッ、ジャッキー、ポイッ。あっち向いてほい。うん。最初はグッ、ジャッキー、ポイッ。あっち向いてほい。これでくすぐる。チュッ。これちょっとね、今日はね、キモい動画かもしれない。すいませんね。皆さんすいません。こうなんかお互いにくすぐってね、なんか戯れてる動画だよね。落ち着いてください。落ち着いて。大丈夫？もう一回やりますか？チャチャグ、チャグ、ポイッ！あっち向いて、ポイッ！チャチャグ、チャグ、ポイッ！あっち向いて、ポイッ！チャチャグ、ポイッ！あっち向いて、ポイッ！チャチャグ、チャグ、ポイッ！あっち向いて、ポイッ！チャチャグ、ポイッ！あっち向いて、ポイッ！あ、パンパン！おいおい！間違えた。あっち向いて、ポイッ！あー、ちょっと、はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方は高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。たまにはこういう動画も一緒、なんかおもちゃ紹介しないでね、新しい遊びのご提案でございました。はい、はい、ということで、今日の動画は以上でございます。バイバーイ。